人力車。人力車とは、人の力で人を輸送するために設計された車。日本では、主に明治から、大正、昭和初期に移動手段として用いられたが、現在も、観光地などで用いられている。人力車とも表記する。車軸の両側に一つずつ車輪を持ち、上に乗客が座る台座と、あるいは雨よけとなる大いを持ち、 台座と繋がれた柄を車夫が引いて進むという構造を持つ。手押し車のように後ろから押すことによって進む車もあった。日本語では略して人力、力車。車夫はまた車力とも言った。また、英語の力車、力車は力車を語源とする日本語由来の英単語。人力車に関する車の文字はすべて車とも表記した。車の字は本来は 中国臓器のコマの名称に使われるだけの漢字であったが、明治以降の日本において中国にそのような漢字があることに気づかずに人力車を表すために作られた国字の一種である。中国にもともとあった漢字の字体に暗号したものであるので、正確には国字ではない。そのため、車、車一文字だけで人力車を表している。この他に、 明治時代頃の表記では、車編の右上に人を、その下に力を書いた号字を書く例もあった。人力車には乗客が数と乗りのものや二人乗りのものなどがあるが、日本で普及したのは数と乗りのものが圧倒的に多かった。また車夫は通常一人だが、特に急ぎの場合などは二人以上で引いたり、時には押したり、交代要員の車夫が並走したりすることもあった。 馬車や鉄道、自動車の普及により、都市圏では1926年頃、地方でも1935年頃をピークに減少し、戦後、車両の不定、燃料難という事情から、わずかに復活したことがあるが、現在では、一般的な交通、運送手段としての人力車は存在していない。東京銀座七丁目に、日本で唯一という芸者送迎専用の人力車の、車宿、 日吉組がある。日吉組は、旧地名の日吉町にちなんだ名で、所属の社府、久志は、アゲマン、映画にも登場し、ホロで覆われた一人用の人力車で傾斜を送る、場面が描かれた。また、車椅子に着脱式の持ち手を装着して、人力車スタイルにし、障害者や高齢者の移動を助ける補助装置が開発されている。 昭和初期までは一般的に存在した庶民的な車両であるため、交通博物館2006年5月14日に移転のため閉鎖をはじめ、各地の博物館や資料館などで保存されている。ただし、展示されている人力車には修復されたものや、展示のために新たに製造されたものもある。現在は主に観光地での遊覧目的に営業が行われている。 人力車を観光に最初に用いたのは1970年の日田高山の極楽車である。後に京都や鎌倉などでテレビ番組等でたびたび紹介されて各地に普及した。当初は京都といった風雅な街並みが残る観光地、または浅草などの人力車の似合う下町での営業が始まり、次第に伊東温泉、道後温泉といった温泉街や 大正時代風などレトロの街並みが残る文字港、有名観光地である中華街などに広がっていった。観光名所をコースで遊覧し、社風が観光ガイドとして開設してくれるものが一般的である。現在、観光用人力車の営業が行われている地域は以下の通りである。現行の道路交通法では人力車は軽車両の扱いとなるが自転車とはならない。 このため、自転車以外の軽車両を禁止している自転車道や、自転車通行課とされた歩道であっても人力車で、通行するはできない。観光人力車の乗車料金は10分程度の、移動時間中に観光案内を含めた、初乗り運賃が1人当たり1000から2000円から15分30分60分、貸し切りなど様々である。二人乗りのものに三人乗車することも可能であるが、相当な、 重さになることから、観光人力車では料金を割りしとするものが多い。到着した後の観光客への観光案内時間中の駐輪場所の整備、客待ち時における待機場所の整備が遅れているといった課題がある。観光人力車のほか結婚式や祭りなどでの演出や、歌舞伎役者のおねりなどに使用されることがある。観光人力車や、 博物館展示用の人力車製造が続けられている。製造台数の多いメーカーとしては、静岡県に当時の株式会社賞や製作賞を挙げることができる。アジア各国へ輸出され、特にインドでは、明治40年代、年間1万台が日本から輸出され、力車などの名前で地元に根付いていたものの、その後、多くはサイクル力車、オート力車に置き換えられた。 1874年に日本から輸入された人力車が運用を開始した。関東語読みして人力車ヤンリッチェと呼んだ。1920年代には約2000台が運用されていた。1980年代は香港島、九流半島のスターフェリー乗り場などに観光用の人力車があった。2013年現在、 ライセンスは3名が持っているが、実際の運用はされていない。本物の人力車に代わって、香港島のスターフェリー乗り場から、市内観光路線 H1 で、オープントップの2階建てバスに人力車のデザインを取り入れた人力車観光橋というものがあり、人力車と同じような幌ロが、後方に付けられている。インドでは、しばしば力車は、陸車とも発音される。 人力車の運転手を陸車ワーラー、または陸車プーラーという。料金は1回の移動につき2、3ドルである。陸車ワーラーのほとんどは簡易な宿舎に住み、仕送りをするために節約している。2005年8月に西ベンガル共産政府は完全に人力車を締め出す計画を発表したが、陸車ワーラーの抗議とストライキに終始した。2009年現在、 かなりの数の人力車が来る方にまだ残っており、約8000台、2万人の車夫がいるとされる。リクシャワーラーの組合は、人力車の禁止に強く反対している。16世紀に中国で書かれた三国支援儀では、椅子を備えた手押し車に乗った諸葛亮が描かれているという。オランダ人作家アルノルドス・モンタノスによる1669年の著書でも日本を描いた。 絵中に、太公様なる女性が、諸葛領土用の手押し車に乗っているものがある。それが日本に実在していたものかは不明だが、その頃までには、人力車のようなものの存在が欧州には、伝わっていくことが伺える。1707年に、フランス人画家クロードジローが発表した、レルーエカーサス直訳2台の車には、後の人力車によく似た乗り物が描かれている。 明治初年、ほぼ1868年のものとして、外国人が、乗シ車夫が、日本人と見える人力車が、静岡の田子の浦教場にいる写真が、ドイツのボン大学に保存されていることが分かった。自動車の普及とともに、日本では、廃れていき、他の地域でも自転車を使った、サイクルリクシャーや、オートバイを使った、オートリクシャーに置き換えられていった。 1848年頃に、アメリカ合衆国のン野職人、アルバート・トルマン、アルバート・トールマンによって宣教師の乗り物として、ウースターで作られたという説。1869年頃に、来日アメリカ人宣教師、ジョナサン・ブル、または、ジョナサン・スコビー、ヨナタン・スコビーが病弱の妻のために考案して、横浜で使っていたという説もあるが、記録上では、日本の泉洋介、 高山康介、鈴木徳次郎の三名が発明者として明治政府から認定されている。三名は東京で見た馬車から着想を得て1868年、明治2年に人力車を完成させ、翌年1869年、明治3年に日本橋で開業したとされる。ただし、1899年2月10日の第13回帝国議会衆議院では、 人力車初秋人に年金給与の権利案が提出されていたが、泉らが発明者かどうかで議論となっていた。これは何を人力車とするかの争点もあったが当時、多くの山下ちも含めた自賞者が多かったためでもある。前後するが1895年3月にも都心分論説において発明人に対する議論が上がっている。な文献からの発明と、 それに対する意見を述べた文献、資料、事実を次に記す。当時の日本で発明された人力車は、それまで使われていた籠より早かったのと、馬よりも人間の労働コストの方がはるかに安かったため、すぐに人気の交通手段になった。1870年、東京府は発明者とみられる前期3名に人力車の製造と販売の許可を与えた。 条件として、人力車は過敏にしないこと、事故を起こした場合には処罰する旨があった。この許可をもって、人力車創業時と称した。人力車を新たに購入する場合には、この3名のいずれかから許可をもらうこととなったが、後日の通り数年で有名無実となってしまう。同年、人力車の運転免許証の発行が開始されている。人力車は安全性の高さと運賃の安さ、 玄関先まで届けられるという小回りの良さが大衆に受けて急速に普及し、1872年までに東京市内に1万台あったカゴは完全に姿を消し、逆に人力車は4万台まで増加して日本の代表的な公共輸送機関になった。これにより職を失ったカゴカキたちは多くが人力車の車夫に転職した。1876年には 東京府内で25,038台と記録されている。19世紀末の日本には20万台を超す人力車があったという。人力車夫は明治期都市に留民した仮想社会の催眠の主要な家業となり、明治20年代には東京市内に4万人余も存在したが、その後都市交通の発達により数を減少させていった。また人力車夫の中には女性もいたと言われている。 初期の人力車は、箱に車輪を取り付けただけの単純な構造であったが、日清月歩で改良されて、凸凹道でも耐えうるスプリング付きの車輪が登場するようになり、リンはゴム輪に変わり、その後空気入りのゴムタイヤへと改良されていった。また、1870年代半ばより中国を中心として、東南アジアやインドに至るアジア各地への輸出が始まり、特に、 東京銀座に秋葉商店を構えた秋葉大輔は、捕虜や泥よけのある現在見るような人力車を考案、性能を高め税を凝らした装飾的な人力車を製作し、その多くを輸出して大きな富を得た。他方、当初人力車の製造と使用を許可された、泉たちは激増する車二つべてから使用料を取ることできず、また当時の特許制度、千売略規則の不備。 使いにくさも、相まってほとんど利益を上げることができなかった。この事実が、後に、日本に、本格的な特許制度の誕生を促した。その後、都市部で、路面電車が普及し、自動車が日本に登場するようになる。タクシーが出現するようになると、衰退の一途をたどるようになり、大正時代には、人力車の姿はほとんど見えなくなった。近年になって、観光地で、 明治時代の文化であった人力車を復活する動きが出て、観光客向けにサービスを提供するようになっている。1880年頃、人力車はインドに導入される。最初は、シムラー、20年遅れて、コルカタ、イコールカルカッタに現れる。インドでは、まず、中国人の運搬装置の商人が使い始めた1914年に、その中国人たちが、 人車を乗り物として使用できるように許可を申請した。その後すぐに人力車は東南アジアの多くの大都市で見られるようになる。多くの場合、人力車の運転手は都市に移住してきた地方労働者の最初にありつく仕事であった。中国では日本製の人力車が爆発的に広まり、広報車の別名でも呼ばれていた。さらに国産の人力車工場が 各地に建てられ、全土に人力車が広まった。上海には大小百を超える人力車工場があったとされる。ただし1949年以降、中国を統治した中国共産党により人力車は禁止されるに至った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。